トーリー島の海戦は、フランス革命戦争中の海戦である。ドニゴールの海戦、ラフスーイリーの海戦、ウォーレンの海戦とも呼ばれる。1798年の10月12日に、当時のアイルランド王国のドニゴール県沖で、フランスとイギリスの両軍が戦ったもので、1798年のアイルランド暴動の最後の戦いとなった。これにより、戦争終結までに、 アイルランドに大量の軍勢を上陸させようとしていた、フランスの目論見みはついえた。イギリス支配に反対する、ウルフ島に率いられたユナイテッドアイリッシュ面は、1798年の5月、アイルランドへのイギリス支配に抗議して放棄した。放棄軍の要請によって、ジャン・ジョゼフ・アマブル、ユンベール将軍指揮下のフランス軍が、キララと名誉圏に上陸したが、9月の初めに、 フランス軍も暴動もねじ伏せられた。ユンベールの降伏を知らないフランスは9月16日に援軍を送り込んだ。フランスからの侵略軍の一部を逃したイギリス海軍は他のフランス軍戦隊を警戒し救援軍を乗せてブレストを出港した戦隊はイギリスに正体を見抜かれてしまった。イギリスによる長い追跡の後、フランスはアルスター西部の通り位島のすぐ近くにある 岩だらけの海岸の沖合で海戦に臨む羽目になった。関数で勝るフランスは、逃走を試みたが、徐々に敗北を喫していき、イギリスに4隻の艦を打歩され、生き残った兵たちは死産した。その後2週間、イギリスのフリーゲート艦は、ブレストへ帰還するフランス艦を探し回り、さらに3隻を打歩した。もともと、フランス戦隊にいた10隻の艦のうち、 無事に帰国できたのは2隻のフリゲート艦と1隻のスクーナーだけだった。この作戦によりイギリスの損失は最小限にとどまった。この回戦はフランス海軍によるブリテン諸島侵入の最後の試みとなった。また、ユナイテッド・アイリッシュメンによるイギリスとの闘争への海外からの支援の獲得も終焉を迎えた。戦闘後、 トーンは打捕されたフランス艦の艦上にいるところを確認され、逮捕された。トーンはイニシオーエン半島のブンクラナへイギリス軍に連行された。後にトーンは退逆罪の有罪判決を受け、公式刑を言い渡されたが、処刑前にダブリンの刑務所内で自殺した。ユナイテッド・アイリッシュメンイギリスに敵対するヨーロッパ大陸諸国は長きにわたりアイルランドを イギリスの防御の弱点と見ていた。ここに軍を上陸させることは戦略目標としては当然のことであり、この国で大きな比率を占めるアイルランド人の支援を期待できるだけでなく、侵略軍にとって少なくとも最初に対戦する上駐イギリス軍はブリテン諸島の他のどこよりも小規模で頼りない部隊だったからである。加えてアイルランドでの作戦を長引かせ、それに、 イギリスを巻き込むことで他国での戦争へのイギリスの参加部隊を削減できたのである。また、この計画の立案者たちはアイルランドへの侵入が成功を収めるとアイルランドが次なるイギリス侵攻への格好の足場となると考えたのも理由の一つだった。フランス革命が美化されて伝えられたことにより多くのアイルランド人がこの影響を受けて自国の自由、平等、 兄弟愛といった同様の主義のために戦った。ここで言う自由とは広くイギリスからの独立を指した。これらの最終目標を心に秘め、1791年、ダブリンの弁護士テオバルド・ウルフトーンがユナイテッド・アイリッシュメンを創設した。この組織はフランス共和国と同盟したためにイギリス当局からの抑圧を受け、1793年に 英仏の交戦が始まると地下活動を容疑なくされた。トーンと他のメンバーは密かにフランスへ渡り、フランスの国民公会にアイルランドを侵略するように説得した。トーンたちとフランス当局は、この侵略についてアイルランドの非正規兵の支援を当てにできること、もし成功した場合には、イギリスの戦争遂行にかなり厳しい打撃を加えることになるはずであると主張した。 しかしおそらく実際はイギリスに圧力をかけて平和に持ち込むことすら十分に厳しい状態であっただろう。フランス当局によるアイルランドへの軍事行動は困難なものだった。この作戦は大西洋艦隊が完敗した1794年の栄光の6月1日や三端たる結果に終わった1795年の 大いなる冬の作戦といった過程で、さらに動きが取れなくなっていた。恐怖政治により多くの主観たちが粛清され、度重なる敗北は、フランス海軍の指揮を損ね、大胆な戦略を思いとどまらせた。最終的に、ジュスタンボ・ナバンン・ィュール・モラールド・ガレ・テートクが、1796年12月、17隻の、 戦列艦と27隻の小型艦による艦隊で2万5千もの兵を輸送してアイルランドに遠征した。しかし艦隊の一部がバントリー。そしてこの計画は第三次に終わり13隻の艦が失われ2000人以上もの兵が溺死した。エーラーによるキャンパーダウンの海戦で弾艦ンンに降伏して剣を差し出すオランダのデウィンテル提督翌年トーンと仲間たちは 再び立ち上がった。今度は当時フランス政府の支配下にあったオランダ政府に遠征を準備するよう説得したのである。1797年、オランダ艦隊は準備を整え物資を補給し、10月にフランス艦隊の2度目の進行計画に合流すべくブレストへ向かった。しかしその数時間後、オランダ艦隊はアダムダン艦帝徳の北海艦隊と睨み合うことになった。 ダンカンはすぐさま攻撃を仕掛け、両軍の間でキャンパーダウンの海戦が始まった。この戦闘で十隻を打破し、残りの艦を完全に離散させた。フランス艦隊が出港することはなかった。キララ近くにある1798年の放棄の悲鳴1798年5月、自発的な放棄がアイルランド全土で起こり、それに利用得ることを期待したダニエル・サバリ順将は、 三度目の、そして最も成功を収める遠征軍を率いた。サバリは、イギリス軍に偽装した、小規模の戦隊を率いて、キララに向かい、8月にユンベール将軍の陸軍兵1,150人を上陸させた。あるいはもっと大規模な軍だったかもしれないが、フランス軍は、不意打ちを食らった。この暴動は、もともとは、後のフランス軍上陸と同時に行われる。 予定だったが、イギリスの諜報機関がユナイテッド・アイリッシュ面に潜入し、軽率な暴動を引き起こした首脳部の多くを逮捕した。この暴動は、はじめはいくつかの点で成功したが、ユンベールが到着した頃には、イギリス部隊により、反乱軍の連敗がすでに決定的になっていた。ユンベールの軍は、ユナイテッド・アイリッシュ面の多くのメンバーに合流した直後には勝利したものの、 バリナマックの戦いで、イギリス軍の数に圧倒され、手も足も出ず、9月8日に降伏した。フランス軍はその規模の小ささゆえに、イギリスに気づかれることはなかったが、サバリのフリーゲート戦隊も、そのフリーゲート艦に乗っていた陸軍も、この作戦に多大な影響を与えるほどには少人数過ぎたのだった。ユンベールが降伏したこと、暴動が完敗に終わったことを知らない。フランス当局は、 引き続き順将ジャンバティスト・フランソワ・ボンパール式の遠征軍を準備した。3000人の兵が戦列艦押しと8隻のフリーゲート艦に乗り込み、9月16日にブレストを出港した。しかし、サバリのフリーゲート部隊を見失ったイギリス海軍はより警戒を強めていた。フリーゲート艦による巡視部隊をフランスの主だった港の沖合とアイルランドの近海に配置し、 その一方で、海峡艦隊からの船体が、新たに侵入を企てる者に対して出動できるよう、待機していた。アイルランド駐在船体の指揮官は、ベテラン主官のジョン・ボルラス・ウォーレン准将で、フランス革命戦争初期に、フランスの沿岸に奇襲をかけたことで名を轟かせていた。ジョン・ボルラス、ウォーレン・ボンパールの船体は、夕刻遅くにブレストを出港した。暗闇に紛れて、 イギリスの封鎖を目立たないようにかわそうとしていた。しかし、ラドさンを通り抜けるのに時間がかかり、9月17日の夜明けにリチャード・グッド・ウィン・キーツ艦長のボーディセアに気づかれてしまった。キーツは即座に船体を分け、ジョージ・カウンテス艦長のエタリオンとジョン・チェンバーズ・ホワイト指揮下のブリックセンシルフに命令を出し、その一方でフランスの動きについて、 海峡艦隊のアレグザンダーフット提督に報告した。ボンパールはイギリスの追跡に気づいたが構わずに北を目指したカウンテスは艦にぴったり沿って追跡し、9月18日にチャールズ・ハーバート艦長のアメリアがそれに加わった。アメリアは前日にはフランス軍の北の方角で目標であるボンパールの船体を追跡し、夜のうちに彼ら気づかれないように追いついた。 翌日、ボンパールは、イギリス軍をまくべく、ロリアンに向かうふりをし、そのまた翌日に、もう一度、あたかも、アンティル諸島に向かうように見せかけて、南への陽動作戦を取った。しかし、イギリス軍の艦長たちもその方向に移動し続け、9月20日には、イギリス艦隊は、ボンパールの部隊からわずか9マイルのところにいた。フランス軍は、 アメリカ大陸に向かうかのように南西の進路を取っていた。同じ日、フィリップ・チャールズ・ダラム艦長の大型のレイジー・カン・アンソンがイギリス戦隊に新たに加わった。ボンパールが進路をごおまかそうとしているのにもかかわらず、23日の夕方には、カウンテスは、フランスがアイルランドに向かおうとしていると正しい断定を下していた。そしてブリックセンシルフを派遣して、 ウォーレム潤章と他のイギリス艦に、ボンパールの艦に出会うかもしれないと警告をさせた。その2日後、9月25日にボンパールは東に、進路を変え、交代することを余儀なくされた。100隻からなるイギリスの護送船団が北に向かったためだった。この船団は武装した東インド会社の船で、何隻かのフリゲート艦に守られており、兵をいっぱいに積んだ、ボンパールの船体には、 かなりの G 行為となった。ボンパールはそこでカウンテスの戦隊へ向きを変えると見せかけて追手を撃退しようとしたが、速度で勝るイギリス戦隊が安全な地域へと撤退しただけであった。本来の進路に戻ったフランス軍をカウンテスの戦隊は再び追跡し始めた。9月29日、ボンパールは追手に動揺を与えるための最後の手段に出た。イギリスの戦隊と 自分の船体の3隻の艦、アンタルモリテ、ロワール、そしてもう1隻と交戦させることを目論んだ。この計画は、自分の機関であるオッシュが好転で、トップマストを失い、他の艦よりも速度が遅くなって、護衛のために他の艦を戻させたため、失敗に終わった。アイルランドとトーリー島の地図、赤のバツインが戦場を逃れられなくなった、ボンパールは、ついに、 アメリカへ向かっているかのように装うのを止めて北西を目指した。翌日は終日強風が吹いてオッシュとアンソンのトップマストが失われ両方の船体が進めなかったがオッシュの方が修理が早かったためフランス軍がイギリス軍を引き離した。それから4日間北への一直線の追跡が続いた。10月4日になって嵐が不意に両船体を襲い日が暮れかかる頃。 ボンパールはうまくカウンテスから逃れた。強風の中、アメリアは進路を外れ、10月7日に味方から遠く、離れた。アンソンも同じ7日に損失を受けた、トップマストがまた2本も折れたのである。10月11日、晴れ渡った空の下、南に向かう2隻の帆船が見え、カウンテスはエタリオンを連れて調査に向かった。この2隻はアメリアと9月23日に、 シルフから警告を受けて、フランスを迎撃する目的で北へ向かっていた、ウォーレンの戦隊の戦列艦だった。ウォーレンの戦隊は、3隻の戦列艦とレイジー艦、マグナニムから構成されており、その前日に、ラフスーイリーに駐留していたフリゲート艦が2隻、合流していた。その2隻は、グレアム・ムーア艦長のメランパスと、チャールズ・ジョーンズ艦長のドリスだった。ウォーレンは、 自分の船隊にメランパスを合流させ、アイルランドの沿岸の偵察、およびアイルランド中流のイギリス軍、とりわけドニゴール県とアイルランド北西部の沿岸の中流軍に警告するためドリスを派遣した。ドリスはまたアイルランド西岸の地域も偵察した。前回フランス軍が上陸したのは西岸のキララからだったからである。小船の水増しとついに追を交わしたボンパールは、 上陸が予定されているラフスイリーへ直進した。暴動が敗北に終わったことを知らない、ボンパールは、ユンベール率いる陸軍兵が、ラフスイリーの地域で、出港前の予定通りに作戦を行っているものと、期待していた。沖合に着いた、ボンパールは、上陸に適した場所を探したが、10月10日の日暮れ前の時点ではどこも見当たらなかった。通り位島の近くで人をしのいだ。 ボンパールは翌日海岸線を見て驚いた。ウォーレンの船体がカウンテスの船体に合流して圧倒的な戦力となってフランス軍に襲いかかってきていた。陸軍兵を上陸させるという考えはかなぐり捨て、ボンパールは他の味方官を率いて軍事行動に臨むにあたって十分な距離を取るために風上へと進み、艦長たちができるだけ多く近づきつつある。 敵戦隊から逃走できるようにした。その日一日中、ボンパールが外海に出ようと、ちみどろな努力をしている間に、ウォーレンの戦隊は北東から艦の間隔を狭めた。20時前に海上を吹き荒れた強風には、両軍ともに20時前に海上を吹き荒れた強風に、進行を妨害された。オッシュのトップマストは3本ともへし折られ、水んするは引きちぎられた。 その後、オッシュは、味方の艦よりも速度が遅くなり、味方は、オッシュの防御のために戻った。他の艦も、同様だった。フランスのフリゲート艦レゾリュは水が漏れ始め、アンソンは、水マストとトップマストの何本かを失った。エドワードソーンバラ・サミュエルレーン作その夜、ボンパールは、イギリス戦隊をおとりにかけてやろうと企み、スクーナ戦備手をフリゲート艦レゾリュの、 艦長ジャンピエール・バルゴーのもとにやって、船を浜辺に乗り上げさせ、ウォーレンに追跡から注意をそらす目的で、レゾルに火をつけるように命令した。これは、結局行われなかったが、その理由は定かではない。翌朝、ウォーレンはやはり、ボンパールの後ろにしっかりとついており、それぞれが不規則な線を描きながら走っていた。ウォーレンの戦力はさらに分散され、 ロバストとマグナニムの間は4回りとなり、フランス軍の後ろで速度を速めていた。アメリアとメランパスは、ウォーレンの帰還のカナダのわずかに後ろの方に、トマス・バイヤードのフードロヤントが、フランス軍から8マイルの距離にいた。他のイギリス艦は、アンソン以外は散らばっており、アンソン自体は、後方が浸水していて、イギリス戦隊の視界の外にいた。ボンパールは、もはや逃れることはできず、 イギリスの方位を切り抜けて進むことにした。船体を戦闘配列にして西の方角を向き、ウォーレンの戦闘開始の信号を待った。ウォーレンは自分の船体が散らばりやすいため朝の7時になってから信号をやっと出し、ロバストにフランスの防御船に向けて火事を切り、オッシュを直接攻撃するように命じた。ロバストのエドワード総ンバラ艦長はすぐさまこれに従い、 フランス戦隊に近づき、オッシュに近づく前に、フリーゲート艦、エムビスカードとコキーエに、すれ違いざま砲撃を加えた。8時50分、近距離砲による、凄まじい交戦が始まった。その少し後にマグナニムも参戦し、フランス戦隊後方のフリーゲート艦を砲撃し、前衛のアンモルタリテ、ロワール、ベローネと交戦した。ベローネは、敵から意図的にマストを折られ、 機能しなくなった。そして3隻のイギリス艦が新たに戦闘に加わった。この3隻はエタリオン、メランパス、アメリアで孤立したオッシュのマストをすれ違いざまにおり、その後フランスのフリゲート艦の追跡のために前進を続け南西の方向へ距離が開いていった。カナダとそれに続くイギリス艦は何度か砲撃を行ったもののオッシュには気を払わなかった。 しばらく経って、何度もロバストとマグナニウムから砲撃を受けたせいで、オッシュは明らかに難破していた。ボンパールは10時50分に、ついに降伏した。オッシュでは270人の乗員が負傷もしくは、戦死していた。ドニゴールの地図、右手上部にラフスーイリーが見える。次に降伏したのはエムビウスカードだった。戦闘開始直後にマグナニウムから激しい砲撃を受け。 追跡の途中でフードロイアントから長距離砲を受けた。何隻かのイギリス艦に追いつかれ、艦長のドラロンシエールは11時30分に降伏した、その方が時間をミスミス壊されるよりも良かったからだ。オッシシとの交戦で損害を受けたマグナニムはエムビウスカードを手に入れ、その他の敵艦の後をゆっくりとつけていった。一方ロバストもオッシシとの砲撃によりかなり傷んでいたが、 かつての敵艦を所有するべくそのそばにいた。フランス艦の逃走先は風の向くままでフードロイアントをはじめ戦闘中のイギリス艦のいる海域を横切っていった。フランスの大部分のフリゲート艦は重々しい敵艦をかわすことができたがベローヌはやや不運だった。イギリス艦の一隻からの危険な一撃がベローヌのトップマストの手榴弾の箱を爆破させた。これが 大火事を引き起こし、最終的には沈下されたが、あっという間に大きな損害が出た。それから間もなく、ベローヌはメランパスに近くから砲撃され、さらに損害が出た。その近くに行ったコキーユもカナダに追い抜かれて降伏した。ウォーレンはゆっくりと追いついてきていた、マグナニムにコキーユの打法を命じた。エタリオンはメランパスからベローヌの追跡を引き継ぎ、 2時間にわたって、監守砲からベローヌへの絶え間ない砲撃を続けた。エタリオンは、ベローヌよりも速度があり、午後に速度を落として、ベローヌと並んで航行したが、決定力のある砲撃をするには、離れすぎていた。さらに2時間の追跡の後、満身創痍のベローヌは降伏した。オッシュは、戦線離脱し、ベローヌは、戦線にいた他の、どの艦よりも死傷者を多く出していた。 この戦域の南では、アンソンが苦戦しており、フランス軍前衛の、まだ打歩されていないフリゲート艦が、アンソンにひとまとめに襲いかかろうとしており、アンソンは、かなりの危険にさらされていることに気づいた。アンソンのダラム艦長は、当初は、フランス艦の接近に混乱した。それというのも、戦況を目にするには、距離が離れすぎており、フランス艦は、偽のイギリスの沿線を掲げていたからだった。 しかし彼らの正体を素早く見抜き、16時にロワールと回戦した。アンソンは損害が大きかったため、奇策を漏することができず、後退して去ってゆく敵艦に射程外の砲撃をするのみだった。夕方、なおも活動できるフランス艦は追ってから徐々に後退し、濃くなりつつある闇の中へ、彼らの機関を含む打破された4艦を残して消えていった。 日が暮れるまでにフランス艦の何席かはドニゴール湾でカナダ、メランパス、フードロイアントに尚も追跡されていた。両軍は闇の中で追いつを割裂し、カナダがもう少しで座礁するところだった。戦いの場に戻るとウォーレンはロバストにラフスーイリーにオッシュを引っ張っていくように命じた。後にこの命令は批判を呼んだ。 ロバストはかなり損失を受けた状態で、その前の州に吹き荒れた嵐がまだ弱まっていなかったからである。10月13日、この2隻は強風を受け、オッシュはマストを何本か折り、牽引していたロープが切れたが、ロバストの乗員とオッシュの乗員との協力で、浸水による沈没だけは免れた。結局10月15日になって、ドリスがやってきて、オッシュを牽引し、 ラフスイリーに到着した。その後数日間は何事もなかった。その間エタリオンは校内にベローヌが無事でいるのを発見し、マグナニムとアメリアはそれぞれコキーユとエムビュスカードを連行した。10月13日の朝、ウォーレンはドニゴール湾の外に2隻のフランスのフリゲート艦がいるのを見て後をつけ、メランパスの艦長ムーアにははぐれた艦を操作できるように、 湾内の居残りを指示した。逆風に煽られながら、メランパスは日が暮れたかなり、後まで、あちこちを探し回っていた。そして23時30分、前面に、突如ぬっと現れたアンモルタリテと、セントジョンズポイントにいたレゾリュに、メランパスは驚かされた。アンモルタリテはすぐにメランパスであることを見抜き、出版したが、レゾリュの、バルゴー館長は、それが、 イギリス艦と認めることができず、闇の中で味方の艦についていくことに二の足を踏んでいた。暗がりと混乱の中で、バルゴーはメランパスをアンモルタリテと勘違いし、メランパスに伴走し、メランパスが砲撃したため、自らの間違いを悟った。波が激しく、レゾルの方は下げ艦板に固定されており、レゾルが返せた反撃は、戦備艦板のわずかな方からのみだった。 バルゴは、レゾルの水漏れがひどくなっていることから、それ以上の反撃は無用とみて、それから何分も経たないうちに降伏した。レゾルは10人の兵と多くの偽装を失っていた。メランパスは、レゾルの乗員を上官させてから、アンモルタリテの追跡をするべくその場を離れた。マーメイド艦長、ジェームズ・ニューマン・ニューマン・ド・ワールと、セミアントは、戦闘から抜け出して、ブラック・ソットワンに入り、 フランスへ戻る、はっきりした深度がわかるまで、そこに潜むことを望んでいた。しかし10月15日に、ジェームズ・ニューマン・ニューマンのフリーゲート船体が、湾の南にある岬を回り、フランス間を置きたいと追いやった。追跡を続けるニューマンは、レボリュショネアに、セミアントを狙うように命じ、自らは、ロワールを、時間であるマーメイドと、伴走するエドワード・ブレース指揮下の、 ブリック戦カンガルーで追跡した。ロワールとセミアントは追手を分裂させるために二手に分かれた。夕方早い時刻にマーメイドとカンガルーはロワールの功績を見失い、セミアントは追跡していたレボリューショネアをうまく退けた。しかしながら10月16日の朝になってニュー、ロワールは強い風に乗ってマーメイドよりも早かったがカンガルーから逃れることはできなかった。 カンガルーは自分よりかなり大きなロワールと距離を置いた砲撃を行った。この両者の砲撃の重量にはかなりの違いがあり、カンガルーは最終的に偽装に損失を受けて後退した。ロワールにも損害があった。翌朝6時45分までにロワールのセゴン艦長は敵から逃げ切れないことを悟り、代わりにマーメイドとの交戦を決意して宿藩した。 その時点でマーメイドはロワールの射程内にある唯一の追跡者だった。マーメイドとロワールは7時に交戦状態となり、ロワールの乗員がマーメイドに乗艦してくる予定だったが、マーメイドの操舵手がそれを打ち破り、その後は砲撃の応酬の感覚がだんだん狭まって勢いを増してきた。マーメイドはロワールの円柱を何本か吹き飛ばしたが、 ロワールになおも上官していた兵からの小銃射撃を受けた。9時15分、ロワールはまたも円柱を失い、ニューマンは敵の操者を決断した。この戦略を遂行する一方で、ロワールからの砲撃は、マーメイドのミズンマストを倒し、マーメイドを機能不全にし、多くの大砲を使い物にならなくした。自らも損害を受けたロワールは、逃走の機会をうかがっており、 交戦せずに、ニューマンの指揮下のマーメイドの乗員たちが、マストの残骸物を取り除いてしまう前に、この敵艦から大きく距離を取った。強風のため、マーメイドのマスト修理の試みはさらに妨害された何枚かの穂がむしり取られ、船から水中に落とされた船大工が溺死した。マーメイドが再び戦闘に臨めるようになった時、ロワールは影も形もなかった。 ロワールによるアンモルタリテのダホロワールのセゴン艦長にとって不運だったのは10月18日の朝が明けた時12日の戦闘でマストをへし折られるという損害を受けた後南へノロノロと向かっていたアンソンがすぐ近くに現れたことだったアンソンそのものはほぼ制御不能ではあったがダラム艦長は再びフランスと相まみえる機会を逃そうとはしなかったそして じわじわとロワールに時間で圧力をかけ、相手が逃げられないようにした。アンソンは次の戦闘に備えるべく、16日の損害の修理が終わったカンガルーを伴っていた。10時30分、アンソンとロワールは互いに砲撃を開始した。双方にとってこれはうまい戦略とは言えず、相手を圧倒するための火力に頼っていた。カンガルーはロワールの無防備な戦備に近づき、 ロワール同様の砲撃を行って繰り返し動きの取れないロワールを操作した。12時にはロワールはメインマストを失ってひどく水漏れしていた。セゴンは降伏せざるを得なくなった。ロワールはこの戦闘6隻目の打歩船として港へ牽引された。フランスの残りのフリゲート艦4隻はほぼ追跡を逃れた状態で19日までには自力でブレストに近づいており、 港近くの厳重なイギリスの包囲網をかいくぐることを期待していた。ロメーヌのマテューシャルル・ベルジュバン艦長は時間の兵を13日にアイルランドに上陸させる予定だったが兵士たちが上陸を拒否しこの計画を破棄せざるを得なかった。そして南西へ進路をとりイギリス艦との接触をうまく避けてスクーナ船ビッシュと合流して10月23日にブレストに着いた。 その同じ日に、レボルーショネアの追跡を交わしたセミアントがロリアンに到着した。このセミアントがフランスに帰国できた最後の艦だった。フリゲート艦アンモルタリテも、もう少しで無事に帰国できるところだった。10月20日の朝、ジャン・フランソ・アルグラン艦長はブレストに近づいているところを、ブレスト封鎖の近海戦隊の一隻である、イギリス艦フィスガードの艦長トマス・バイアム・マーティンに、 発見され、すぐさま攻撃を仕掛けた。アンモルタリテは最初は逃げるつもりだったが、11時、速度に勝るフィスガードと交戦せざるを得なくなった。近距離での激しい打ち合いの間、フィスガードはかなりの損害を受け、もう少しでアンモルタリテに敗北を喫するところだった。アンモルタリテもマストを失い、沈没状態になって15時に降伏した。115人の死傷者の中には、 ルグランの一等会議や陸軍兵たちの指揮官であった文ュ将軍もいて皆戦死した。フィスガードは封鎖艦隊の他の艦の援助を受けて順調に港に大補船を連行した。ダニエル・サバリフランスの最高司令部は進行軍が崩壊していくのをただ見ているだけではなかった。ダニエル・サバリ順将の率いる第2の4隻のフリーゲート艦隊を準備し派遣した。 当初この艦隊の指揮官は、ボンパールの予定であったが、10月27日、サバリは、ボンパールの船体が崩壊したこと、アイルランドの暴動について、キララのフランスに共感する地元民から聞き、ボンパールの船体と似たような運命を辿るのを避けようとして、すぐさま南に向かった。しかし、翌28日、ジェームズ・ソーマレズ艦長の3隻からなる船体に、見つかった。 この船体には2隻の戦列艦が組み込まれていた。ソーマレズはすぐにサバリの船体を追跡し、両軍はその日着いた日中長距離砲を交わした。夕方遅くなってから、ソーマレズの機関であるシーザーは、ホワトップマストを強風で失い、指揮をテリブルのリチャード・ビッカートン艦長に委ねた。追跡は翌日も続き、10月29日も遅くなってから、サバリは船体を分割し、 二隻のフリゲート艦を南東に派遣して、もう二隻は北西に進路を取らせた。これに対応して、ビッカートンも戦力を分割し、フリゲート艦メルポミーンを南東に向かったフランス軍の追跡に当て、自分はサバリを追った。10月30日、イギリスの領艦は、それぞれの敵艦から2回り以内のところにいて、戦闘の準備を整え、 強い嵐がやってきた17時に戦闘を開始した。サバリの艦はテリブルとの距離を広げていき、艦を軽くしようとして、大砲や馬や装備を海に投げ入れ、そのためいくらか強風に対応できるようになった。イギリス艦テリブルはそれよりも重く、敵艦の速度に対抗できず、遅れが出た。四隻は視界から消え去り、最終的には自力でブレストに戻っていった。これで、 フランスのアイルランドへの最後の進行計画は幕を閉じた。オランダもまたフランスの侵攻作戦の艦隊を支援しようとして失敗に終わっていた。オランダは小型フリゲート艦のフーリエとワークザームハイトを10月24日に軍事物資と共にアイルランドに送っていた。まだ出港して何時間も経たないうちにこの2隻はリチャード・キングが艦長を務めるイギリスのフリゲート艦。 シリウスに妨害され、打破されてしまった。この戦闘を1798年10月24日の海戦と呼ぶ、1847年に授与されたメダル同じメダルの理念、サバリの機構はヨーロッパ大陸諸国のアイルランドへ軍隊を上陸させる最後の試みが終わったことを象徴していた。フランスの敗北はあまりにひどいものであったため、 数度に及ぶ進行計画も真剣には熟慮されなかった。同様にアイルランドの暴動における大きな敗北はアイルランド大衆へのイギリスの報復と相まって近い将来再度暴動を起こすことへの望みは立たれてしまった。ユナイテッド・アイリッシュ面にとって一番深刻だったのはウルフトーン自身の逮捕だった。ブンクラナのオッシュの捕虜たちの中にいたのを発見されたのである。 トーンは有罪を言い渡され、死刑となったが、処刑される前にダブリンで自殺した。イギリスでは、この戦闘は大きな成功とみなされ、イギリス議会は感謝の念を込めて従軍したものを表彰した。多くの下級士官が昇進し、乗組員には打保した船の売却による報奨金が支払われた。この中で、アンモルタリテトロワールは購入されて、イギリス海軍のものとなったが、 名称は何年間もそのままであった。一方で、オッシュとエムビュスカードは、それぞれドニゴールとアンバスケードに改名された。コキーユは売却されたが、1798年の12月に、悲劇的な13人が亡くなるという、弾薬爆発事故で船体が全て壊れてしまった。後の2隻、レゾルト・ベローヌは、あまりにも老朽化していて、現役では使えないとされたが、打歩により、 賞金を得たイギリス海軍が2隻を購入し、ベローヌは、プロサーピン、レゾリュは、レゾリューと改名された。2隻は何年か港の陳列船として公開され、その後解体された。その50年後の1847年、この1798年10月12日の戦闘における従軍記念略賞の対象となり、ナバルゼネラル、サービスメダルが、 その当時まだ存命であった戦闘従軍者に該当する人々のすべてに授与された。フランス戦隊に接近してきたイギリス戦隊の実際の防御戦と方向については、はっきりした結論は出ていなかった。これは元となるウォーレンの報告が漠然としていたためである。リチャード・ブルックスはこの食い違いについて、 議論を続けており、自身は、ウォーレンの船隊は広く分散してはいたものの、方角的には、おそらくほぼ北西のアイルランド近海の北、大西洋から接近してきたのではないかと見ている。もともとは、フランス艦で、綴りもフランス式のレイボルーシニアだが、イギリス艦であるため、ここでは、英語式に、レボリューショネアと表記している。ありがとうございます。